正規直行規定の後編ですね。随伴行列と等長変換ということで説明していきます。A を N×M 行列とするときに、A スター、点値の A を取ってさらに複素協約を取ると。まあ、これはあのどちらを先にやっても一緒ですね。点値を取ってから複素協約、複素協約を取ってから点値。まあこれは明らかに入れ替え可能な操作ですから、その両方のやった結果として、A スターというのが定義できます。 この A スターのことを A の随伴行列というふうに言います。で、サイズはもちろん点値を取っていますから、M×N 行列ですね。はい。で、AB のスター、かけたもののスターですね。かけたもののスターは、もちろん B は、あの、M× 何とか行列ですけども、これ当然、かけたもののスターっていうのは、要するに点値を取ってますから、B スター、A スターと、順序は入れ替わるということですね。まあ当然ですよね。点値取ったら、 積の順序を入れ替わりますから、複層協約は積の順序を入れ替えませんので、まあこういうふうになりますと。それからですね、まあ一般に R か C の数ベクトル、N 次元数ベクトル UV に対して内積ですね。今の場合は後ろ側にバーをつけるわけですけども、点値の U の V バーなんですけども、まあ点値の U バーの V っていうふうに考えると、それのバーですよね。点値の U バーの V のバーというふうに書き換えることができます。 で、天地の U のバーっていうのは、まあ、U も、まあ、あの、ベクトルですけども、行列ですから、これ U スターと書くことができるわけで、U スター v のバーと書くことができます。ということで、えー、UV の内積の複素協約は U スター v というふうに書くことができると。まあ、こういうふうに言うことができます。まあ、もちろんこれ、前側の方がですね、あのー、じゃ、線形としてるのでこうなってましたが、後ろ側の方が線形という流儀でいくと、もうちょっと作り UV が U スター v というふうに書くことができるわけですけども、 まあそういう意味ではそっちの方がいいかもしれませんけどね。はい。で、えっと、二つの M 次元数ベクトルと N 次元数ベクトルがあったときに、この A というのに AX をかけるとですね、A に X をかけるとですね、まああの A の定めるシャドウで X を移すと、これ N×M 行列ですから A はね、N 次元数ベクトルになるわけですね。そうすると AX と Y っていうのは、これは N 次元の、N 次元の内積ですね。ということになります。はい。で、こちらの方は、 M 次元のところでの内積ということになります。はい。ということで、えー、まあ、二つの空間での内積なんですけど、これは等しいと、こういうふうに書くことができますと。まあ、これは単純に式変形でですね、まあ、一応 AXY のバーでやっていきますけども、AXY のバーっていうのは、先ほどやったこの式ですね。この式がありますから、この式を使うと、AX のスターの Y ということですけども、AX のスターっていうのはこの、この式がありますから、 えー、a, x スターの a スターの y というふうになります。で、これはですね、えっと、これに照らし合わせてこ、こあの、こっち、ここできあの切って考えると、まあ、ここはここで切ってるんですけどここ、ここで切って考えると、x スターと a スター y というふうになりますから、これは x と a スター y の内積の複素協約というふうになります。で、最後、最初と最後の両辺のこの複素協約を取ってやると、等式が得られるということですね。 で、U をですね、複、えー、素 N 次元数ーベクト、あの、NG、N 次元複素 N 次正方行列としてですね、するときにですね、これはユニタリー行列であるというのはどういうことかというと、U スターと U をかけたものが単位行列になりますよと。こういうことなんですね。でこれはどういうことかというと、要するに、えー、点値取って複素契約取ったものが U の逆行列になっているということなんですね。 で、これ、もうちょっと後で確認しますけど、u の列ベクトルが実は正規直行規定になっているということと必要十分なんですが、もう一つですね、複素、あ複素ではなくて、実の場合ですね、r の場合、実の場合の行列 u が直行行列であるというのもですね、これと同じ定義です。同じと言いましたのは、この複素協約っていうのは、実の場合はとっても関係ありませんので、点値 u, u イコール e n と。つまり点値の u が u の逆行列になっていると。 まあ、こういうものを直行行列というふうに言うわけですね。で、なんで直行行列というのかっていうのは、まあ、さっきユニタリー行列でも言いましたけども、結局 U の列ベクトルが正規直行規定を成しているということなんですね。で、このユニタリー行列の特徴なんですけど、まあ、いあの一括してユニタリー行列と表現していますけど、直行行列の場合でも一緒ですけども、えユニタリー行列の特徴は、この U の定める写像、線形、一次変換が、 内積を保つ。もちろんこれは全部正方行列ですからね。正方行列なんですけども、この t は内積を保つということですね。内積を保つということは長さも保ちますので、長さ1のベクトル長さ1のベクトルに移すと。つまり、まあ、要するに長さを変えないので、ユニタリー、ユニット1っていうユニタリー、そういう意味なんですね。はい。なので、ユニタリー行列というふうに言います。 はい。で、これ実際 ux と ux、えー、2つのベクトル xy を u で移したものの長さ、長さという内積を計算すると、まあ、先ほどやったことから、これは x の u スター uy というふうになるわけですけれども、u スター u がまあ単位行列ですから、はい。これ x の eny となって、これは、あの、変わらへんということになるわけですね。逆にこの長さを保つ一次変換は実はユニタリ行列になると。 で、それはなんでかというと、前もやりましたけれども、長さ、内積から決まった長さがですね、まあ、長さが等しいということが分かっていると、長さから内積を復元できるんですね。長さで全て内積を表すことができましたので、ということは内積も保つわけです。なので、内積も保つということから、この ax、ay、y、xy っていうこの等式ですね、これが内積を保つという式ですけれども、特に x、y として、えー、i 番目の基本ベクトル、ei、ej というのを取ってやると、 あの、これがですね、A スタ a r えっ、ー、と、内積とですね、これ、まあ、簡単な変形でわかるんですけども、えぇ、ー、まあ、A スタ a A が EN であることはわかりますと。AX というのは、これは EI といくと、A の、お、要するにあ、大 i 列ベクトルで、AY は、あの、大 J 列ベク,トルベクトルですから、それは EIEJ。EIEJ っていう内積は当然デルタ IJ ですから、要するにこの、あの、A の列ベクトルが正規直起きてなしているということに他ならないので、 ま、A はユニタリ行列になるということなんですね。はい。それでは例題をやってみましょう。A をこのような行列とするとき、A スターを答えよう。それから2番は、A s t a イコール A となる行列を L ミート行列と言うと。 ユニタリー行列は A スタート A をかけたら単位行列になるという定義でしたけれども A スタート A が等しいという定義のを満たす行列をエルミート行列というふうに言います A の対角成分はこの時実数であることを示せるそれから A の2、3成分が 4-2i の時3、2成分を答えようユニタリー行列直行行列の例を挙げようということですねはい えっと、ユニタリー行列、直行行列の例としては単位行列とか単位行列のスカラー場合は除いてください。はい。書いてないですけどね。はい。それではちょっと考えてみてください。はい。え、それでは解説していきましょう。一番ですけれども、まず A スターというのは複素協約を取るとこういうふうになりますね。この点値がついてますけども、この複素協約を取って得られる この 2×3 行列の点値ということになりますので、従って、まあこういうふうになります。はい。で、2番ですけども、A スターの対角成分は、もちろんこの AII バーですよね。はい。えー、対角成分は、の位置は変わりませんので、II ですので、AIA バーですね。で、A スターと A が等しいということは、この AII バーというのが AII と等しいと。 いうことで、こういうふうになります。ということは、AII は、えっと、すみません、こスター、バーですね。バーですね。えバー取っても変わらへんということですから、これはすなわち実数ということになります。で、3人成分は4たす 2i ですから、あ,あ、ごめんなさい、23成分は4 2i ですから、3 2成分はそれの、要するに23成分の複層協約が来るということで、4 2i と、4たす 2i ということですね。 で、ユニタリー行列の例ですけども、まあ、例えばこういうふうになりますと。まあ、これはこの2つの、ベクトルが直行しているということはすぐにわかります。えー、複素協約取ると 1i と 1i を、まあ、かけて足したらいいわけですから、1足す i の2乗イコール0ということで、で、長さ1にするためにルート二分の1かけてますから、これでユニタリー行列になります。で、同じようにですね、えー、コサインサインっていうのと、マイナスサイン,サインコサイン。 っていう列ベクトル。もしくは、プラスサイン、マイナスコサインっていうような列ベクトル。ですね。こういうタイプが直行行列ということになります。はい。それでは例題にですね、問題は U がユニタリー行列であることと U の列ベクトルが正規直行規定であることは同値であることを示せということで、まあ先ほど、まあ、あの、一応、その、このことを使って、 例を出してしまったわけですけども、あの、改めてですね、ここでこれをま、ちゃんときちっと確認してみましょうということですね。はい。それではちょっと考えてみてください。定義の u star u イコール e っていうのですね、の ij 成分というのが、あの、どういうふうになるかと。それと、おまあ、内積ですね、レスベクトン同士の内積というのとの関係をちょっと考えてみてください。 はい。え、それではやっていきましょう。U の列ベクトルを UJ としましょう。ということですね。で、この UJ たち、U1 から U、ま、N 字だとすると UN がですね、正規直行規定になっている、いるならばユニタリーだし、ユニタリーならばなっているということを言えばいいわけですね。はい。で、U スター U の IJ 成分はどうなるかというと、U スターとっていうのは天、ま、地、あ、取って複素協約ですから、まあ、U スターの大愛行ベクトルっていうのは何かというと、大愛行っていうのは U の 大 i 列の複層協約なんですね。ということで、これは UI スターと UJ の関係というふうになります。よしでしょうかね。はい。なので、これは UI, UJ と等しいと書いてありますけど、これはまあちょっと嘘で、これ,これの複層協約と等しい、今の場合はね、等しいですね。はい。まあ、どっちでもあまり大差はないですけども、まあ、等しいと。 で、従って U がユニタリー行列ということと U スター U が EN であるという、つまり IJ 成分がデるクロネッカンデルタはデルタ IJ ということは必要十分で、で、これはつまり UI っていうのが正規直行規定をなすということと必要十分ですから、はい。あの、クロネッカンデルタは複素規約とってもクロネッカンデルタそのままですので、はい。こういうことは言えますと。いうことで、正規直行規定ということと必要十分条件ということはわかりました。 はい。それでは、随伴行列と直行補空間ということで解説していきましょう。まず、V を軽量ベクトル空間、R または C 上のものとして、W を部分空間としておきます。W の直行補空間、直行マークですね。あの、パーペンディキュラーの記号がこうついてますけども、この、この記号をつけて、上に、上につけてですね、これをあの W の直行補空間と言うんですが、定義は要するに V のベクトル、small v であって、 すべての W のベクトルと、すべての W のベクトルと直行しているようなやつっていうのを全部持ってきなさいということですね。で、え、まあ、これの性質としてはもちろんこれは部分空間になっていますということですね。それからあ、V はこの W と W の直行方空間の和空間ですけども、直和になっていると特にね、直和になっていますと。で、W の直行方空間の直行方空間 W と一緒に戻りますと、戻ってきますと。 こういうことですね。こういう3つの性質がありますと。で、まず、略称ですけれども、一番は自明ですと。部分空間であるということの性質はですね、これ、あの、V と W、V と V' が、まあ、例えばここの弦だとするとですね、え、足したものはですね、ここの右側のこの、まあ、線形性と言いますか、和が、和が、和側に分かれるということからですね、まあ、すべての W のベクトルと直交しているわけですよね。 で、スカラバイの方も、まあ、同じように言えますので、結局、和とスカラバイについて閉じているということは、まあ、簡単にわかりますので、1番は地明ですと。それから、2番と3番ですけども、これについてはですね、W の直、正規直行規定、B1 っていうのを W1 から WR とします。まあ、R は W の次元ですね。で、B1 を補って V の正規直行規定をこういうふうに作りますと。W1 から WR という W の直行、正規直行規定に、 w, r タす1から wn を補って b2 という v の正規直行規定を作るとき w の直行補空間はこの後ろ側ですね r タす1番目から n までの正規直行規定で生成される部分空間になっているということがわかるとでまあこれちょっとまたあの数ベクトル空間の場合はもうちょっとランクに注目して証明することもできるんですけども、まあ、とにかくこういうふうにして w の直行補空間というのはこういうふうになることはわかると で、これもちろん、あの、交わりはゼロだけですし、あの、交わりはゼロだけであるっていうことは、比較的簡単に、あの、わかります。えー、w と w、こ証明がないですけども、この w と w 直行補空間の,の共通部分のベクトルを取ってくると、えっと、そのベクトルとそのベクトル、それ自身の内積を取るとですね、左側にある、その w っていうやつ、ベクトルは w の弦だと思って、右側にあるベクトルは、 w の直行空間の源だと思ってやると、まあ、要するに内積ゼロになるわけですね。でも同じベクトル w と w ですから、要するに w と w の内積はゼロということになるんですけども、それはつまり w がゼロ。制定値性がありますからね。w がゼロということなんで、結局交わりはゼロしかないということが、まあ分かるわけですね。はい。ということなんで、これは、あの、分かりますと。で、これが分かるとですね、あと和空間になるとかいうことも、まあ、あの、 え、言えばですね、まあ、示せるんですけど、結局、ま、それはこういう正社員みたいな、こういう、あの、正規直行規定を取って分けてやるということに帰着するので、まあ、この証明で一応いいだろうと、思います。はい。で、えっと、いいですかね。まあ、W の規定、正、正形があったらですね、W の直行方空間っていうのは全ての W について直行していると言いましたけども、まあ、W の正々形と直行していれば、ま、十分ですよね。はい。 だから、えっと、具体的に例えば直行方空間が求めたかったら結局 W の規定のベクトルとの直行条件を連立をして解いたものというふうに考えることもできます。で、特に数ベクトルの場合ですね。数ベクトルの場合は W の直行方空間っていうのはこの a、AH、1から AM との内積が0っていうことなんですけども、まあそれは取りも直さずですね、まあ内積を、あの、えっと、随伴行列、随伴行列との積というふうに 書く書き方でいくと、こういうふうな、あのね、A1 から AM を並べたもののスターと X の積が0というふうに書くことができます。だから内積の連立条件を H から AM のスターとの積イコール0というふうに一つに書くことができるので、W、ま、の、あ、直行補空間っていうのは、まあ、あの、部分空間であることは、ここからもわかりますと。まあ、今こうまあこれ書いた、これヒント、あのヒントというのはな、なぜならば、この内積はこういうふうに書けたからということですね。 で、今、A が N×M 行列とすると、イメージの TA の直行方空間。これ要するに A の列ベクトルですね。A の列ベクトルでこれ生成されるとこ,れこの今の上のケースですけども、この例で行くと、あの、要するにこの、これの直行方空間はカーネルの TA スターだと言ってるわけですね。これね。カーネルの TA スターだと。はい。あの、回空間っていうことはカーネルの、 カーネルと言い換えられますから、イメージの TA の直行方空間はカーネルの TA スターだと。で、逆にまあ、イメージの TA スターの直行方空間がカーネルの TA だと。まあ、A と A スターの役割を変えれば言えますから、こういうことは言えると。で、特にですね、えっと、この KN っていうのは N 次元スベクトル空間、イメージの TA とカーネルの TA スターの直和あるいは KM の方はイメージの TA スターとカーネルの TA の直和というふうになっていることがわかりますと。こういうことですね。はい。で、えっと、この ta, a の定める写像をですね、このイメージの t a スター上で考えると、これはあの同型になっていますと。それなぜならば、この要するにカーネルの ta ですね、カーネルの ta というのと、イメージの t a スターというのの、この二つの交わりがあの0だけなので、はい、これは要するにこの制限写像の、この、ここに制限した ta という写像のカーネルは0だけなので単射になって、 まあ、あの、次元も一致してますし、これは同型になっているということで。まあ、これ前者ですね。これ前者になっていて、同型になるということがこれ分かるわけですね。はい。ここからですね、逆に言うと、A と A スターのランクが等しいっていうことも逆に分かるということになります。で、まあ、A と A スターのランクが等しいっていうことを逆に使うと、まあ、これ次元の関係からもですね、あの、同型であることは分かって、逆にこっちが求まるということで、まあ、どっちかを仮定すればどっちかが分かるということになります。で、さらにですね、 A スター上でさらに A をかけたものが結局 A をかけたものと同型になるわけですから A をかけた像と同型になるわけですからランクの AA s t a, a スターとランクの A が等しいということもわかるわけですはいそれでは例題いってみましょう1番ですけれども k n n g n 数ベクトル空間の部分空間 W に対して W の直行方空間を取ってきて以下を示しなさいと まあ、w の直行空間の次元は V の次元から W の次元を引いたものであるということですね。それから V は W と W の直行空間、W の直行空間の直行空間が W と。解説で出てきた例をですね、数ベクトル空間の場合にちょっとまぁ、個別に考えなさいと。こういうことですね。あの、ぎえっと、規定行列の回数に注目って書いてありますね。これですね。まあ要するにその行列のランクに注目してちょっと考えてみてくださいねと。 だからその場合 A と A スターのランクが等しいとかそういうのはまあ逆に使って、えー、まあ基本変形の理論から分かることとして使ってやると言えるんではないかなとこういうことですねはいちょっとこれはまあ自分で整理する目的でちょっとやってみてくださいはいそれではやっていきましょう W の規定行列を A とするつまり W の規定からなる、えー、規定を列ベクトルとする行列を A としましょう で、W の次元を、ランク、次元はランク A であるということですね。で、ランク A スター、イコールランク A ということが使うとですね、ディメンジョンの W の直行方空間は N- ランク A スターということで、まあ、これはですね、N- ランク A ということがわかりますと,と。W と W の直行方空間の共通部分 U を取ってくると、U と U の内積が0なので、U が0とわかると。まあ、これはさっきと一緒ですね。で、一方、W の直行方空間の直行方空間は、 W に直行するベクトルすべてに直行するものは少なくとも W を含んでいますから、よしですね。これはまあ論理的な当然の帰結ですね。W に直行するベクトルを全部集めてきて、それに直行するベクトルを全部集めてくると、元の W は当然含まれているわけですよね。ということなので、まあこれ含まれているわけですが、次元の関係式を考えると、こういうふうに等しいんだから、 えー、方眼関係のある二つの部分空間、次元が等しければ一致するということで言えますと。こういうことですね。はい。それではもう一つ例題ですね。はい。問題は点 PQR と平面 AX プラス BY プラス CZ の距離 D を求めようということで、まあ、これはあの、平面の方は要するに部分空間と考えて、点 PQR というベクトル、PQR の一ベクトルからの、まあ、 正社への長さなんですね。これを求めなさいということで、これを、まあ、これまでの議論を使って、まあ、ちょっと求めてみてください。<music> はい。それではやっていきましょう。えっと、U をですね、この平面のなす部分空,部分空間とするとですね、U の直行方空間は何かっていうと、これ、 あの、要するにですね、これあの、ABC を方線ベクトルする。ABC に、ベクトル ABC に垂直な点全体の集合ですよ、言うてるわけですから。これは U の直後北空間、当然これ ABC になるわけですね。ということなんで、V を PQR と置くときに、この距離っていうのは、要するに、V からこの U の直後空間を下ろした直交射への長さがもうズバリ距離ですから、まあそういう感じで求めれば早いですね。はい。 ということで、これは、あの、こういうふうに、V と V の内積、えっと、えっと、あ、ごめんなさい。この、法線ベクトルと法線ベクトルの内積分の、P、PQR と法線ベクトルの内積かける法線ベクトルという形になります。で、これの長さですから、これの長さはこういうふうになりますよ、と。ですね、えー。ここに A 乗たす B 乗たす C 乗があって、これの長さは、ルート A 乗たす B 乗たす C 乗ですから、こういうふうになりますよ、ということですね。 というように、まあ、U の直行規定を求めてですね、πUV を求めて v、v π u v を求めても良い,と良いと書いてありますね。つまり、まあ、あの平面に下ろす影を先求めておいて、それでまだ引けば引いてもいいんだけども、結局引いたものは、その方線ベクトルに下ろした影ですから、まあ、最初から方線ベクトルに影を落としておいた方が楽ですよね。ということなんで、まあ、直行方向かの規定がこういう地明なので、こういうような解放は得られますよ、ということですね。 はい、それではもう一つ例題3ですねえ問題はこのようなあ行列 AA はだからこの U の規定行列の時 U の直行方空間のおちょ規定と次元を求めなさいとこういう問題ですねはいそれではちょっとやってみてくださいはいそれではやっていきましょう A をおこの列ベクトルを、まあ、それぞれ A1A2 としておきますで U が、U の直行補空間に入っているということは、U と C1A1 たす C2A2 が内積が0ということですけれども、まあこれは要するにこの A1A2 とそれでれ直行していればよろしいということですよね。はい。で、これを、まあ、あの、行列と点値とのこの積で表すとこういうことになりますので、これはつまり点値 AU イコール0を満たすということと等しいということで、U の直行補空間はこういう方程式の回空間であって、基本変形することによって、 u の直方空間は7-5-1で生成される一次元の部分空間であるとわかると。で、u の直方空間の直方空間は結局、この 7-5-1x イコール0という、まあ、要するに 7x たす 5y たす z イコール0という方程式の解空間だったんですよということなんですよね。はい。で この二次元で U の規定はこの方程式を満たすので、ここ書いてありますけれども、要するに直行歩空間の直行歩空間っていうのは、別に1、2、2つのベクトルで二次元なわけですね。これ1個のベクトルですかね。二次元で、しかもこの1、2、3、2、3、1はこの方程式を満たしますから、当然これが U の直行歩空間の直行歩空間の規定になっているということはわかりますので、これはすなわちズバリ U と等しいということになっているわけですね。 はい。それでは次の例題に行きましょう。はい。問題は、V の部分空間 U の正規直行規定 S1 というのを取ってきてですね。で、この S を補って V の正規直行規定 S を取ります。つまり、後ろに N-R 個ですね。付け加えて、V の正規直行規定を作ると。シュミットの直行化法とかで作れるわけですね。で、この時 S2、この後ろ側の付け足したやつですね。 これは U の直行補空間の正規直行規定であることを示せるということですね。まあ、正規直行形であることは分かっているので S2 の生成する部分空間が U の直行補空間であるということを示せばいいわけですけども。はい。それではちょっとこれをやってみてください。はい。それでは見ていきましょう。W をですね、この S2 の生成する部分空間とします。 で、w が、small w この w の弦であれば、つまり ur たす1から un で生成されるのであれば、もちろんこの u1 から ur と直行していますから、これは u の直行補空間の弦なんですね。つまり部分空間として w は u の直行補空間に含まれているということは明らかなわけです。で、ところがですね、w の次元っていうのは、これはもちろん n-r 個ですね。r たす1から n までの直一時独立な 直行形で生成されていますから、A に含まる次元ですけども、これは U の直行方空間の次元と等しかったわけなので、従って U の直行方空間と W は等しいということですね。はい。まあ、ほとんどここまでの議論からすると自明なような話ですけれども、このようにして一応証明することができますと。はい。それでは最後の例題ですね。 問題は n×r 行,行列 a というのですね。回数 r としておきます。ランク r ですね。の、下当ては n は r 以上ですけれども、この大 J 列ベクトルを aj とするときに、u の直行補空間のさらに直行補空間イコール u であるということを用いて、この ah から ar で生成される分空間 u を回空間として記述せよ。と書いてありますね。これ今までの議論からですね、えっと、u がこのようなときに、 U の直行方空間ってのはどういうものになるかということがまあ分かっていたわけですね。まあそれを使って、U を、まあ、回空間と。つまり、U をですね、U の直行方空間の直行方空間ということで見てですね、記述しなさいと。こういう問題ですね。で、例として、R4 の部分空間、これこれのを回空間として、まあ、中の方程式のね、係数行列の回空間として記述しなさいと。こういう問題ですね。はい。それではちょっとやってみてください。 はい。それではやっていきましょう。U の直行補空間は A スターですけども、まあ、今のは点値 A ですね。点値 A を係数行列とする方程式の回空間でした。で、U の直行補空間の規定行列をまず取りましょう。そうするとですね、U は U の直行補空間の直行補空間ですから、この B スターですね。U の直行補空間の規定行列 B に対して B スター X イコール0の回空間と。 ま、今の場合は、点値 BX でいいですけどね、実数、実数の場合はね。で、ということなんで、この例の場合でやるとですね、えと、点値の V1、V2 っていうのはこういうふうになりますから、U の直行補空間の規定としては、ま、1、1、30と1、10、1が取れると。ということで、U はこの U の直行補空間の直行補空間ですから、また再びこれを、ま、W1、W2 と置いてですね、 これをまあ、天地の W1、W2 の、つまりこの B ですね。これの方程式を、これを係数行列とする、ま、方程式の回空間になっているということになります。つまり、この U は B イコール、これですね。この行列の、えー、を係数行列とする方程式の回空間として書けましたということになります。はい。で、一応まあ、実際確認してみると、この、 ちゃんとこの B の係数とする方程式の解を、ちゃんと V1、V2 に満たして解になっているということと、まあ二次元であることはランク2から分かりますから、ということで、まあ検証できますということですね。で、他にもですね、あのシュミットの直行化法で V1、V2 に V3、まあ、V4 を補って直行規定を作れば、U はこの V3、V4 の、まあ、スター X イコール0の解空間というふうになりますから、まあそういうふうにして、この B をですね、この B の方を、B を、 直行化法を使って作るという方法もあります。まあ、いずれにしろですね、この直行方空間の概念を使うことによって生成される部分空間をある方程式の回空間として実現するということが、まあ、システマティックに理論的に、まあ、構成できるということがわかるわけですね。